皆さん、こんにちは。放送大学長崎学習センターで心理学実験2を担当している吉武久美子です。さて、人の心は見えません。でも見えない心に近づく、その方法の一つが心理学実験です。私自身、かつて心理学実験を受けて、自分はなんて人に影響されやすい人間なんだと驚いたことがあります。それが私が心理学に興味を持つきっかけとなりました。さて、今回行う実験は3つあります。人が人にこれ以上近づかれると無理と感じるパーソナルスペースを測る実験。人の記憶の不思議さを体験する実験。そして、相手への印象形成を測る実験です。皆さん、心の世界を見える化する心理学実験を一緒に体験してみませんか？